こんにちは。グラニフのドラクエコラボ T シャツを買わなかったことをずっと後悔し続けている折紙パンダです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルではシンプルで可愛らしい作品やリアルで複雑な造形のかっこいい作品など、見ているだけで楽しめるそんな折紙作品を動画でわかりやすくご紹介しています。折り紙に詳しくない方にも気軽に楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、紹介する作品については作者の方への敬意、創作品における著作権保護などの観点から折り方の詳しい解説は省略しております。ご理解のほどよろしくお願いします。また概要欄には目次も載せております。お忙しい方は見たいチャプターを選んでご覧ください。さてさて、季節柄毎日美味しいビールを堪能しているわけですけれども、皆さん、ビールといえば何をイメージしますか？そう、あれです。もちろん目白ですよね。ということで、今回ご紹介するのはビールとは1ミリも関係がない可愛い小鳥、目白、鶴田義正さんの作品です。この作品の難易度は6段階表示で1、推奨の折り紙サイズは15センチとなっています。皆さん、お手元に折り紙のご用意はできましたか？ではレッツパンダ。はい、それでは目白を折っていきます。まずは三角方向に折り筋をつけていきます。裏返して、次に四角方向にも折り筋をつけていきます。ついている折り筋でかぶせ折りをしていきます。さらについている折り筋を使って両側から段折りをしていきます。内側を開いて折り込まれている縁を引き出していきます。この折り筋を山折りに折り替えて平らになるように折りたたんでいきます。角と角を合わせるように折っていきます。裏側のこの折り筋、この折り筋と揃うようにこちらの角を折り返します。内側を広げて潰すように折っていきます。ついている折り筋で角を折り上げて、さらについている折り筋で折りたたんでいきます。この時点ではまだ平らになりません。真ん中の部分を押し込んで沈めながら角を反対側へ倒していきます。角を後ろへ折ります。付けた折り筋で内側に段折り、この角と角を合わせるように折り筋をつけて、付けた折り筋の端を支点にしてこちらの縁を折り返します。しっかりと折り筋をつけたら戻して、今つけた折り筋でかぶせ折り、こんな感じになります。角を起こしてこのように目を作っていきます。角を折り返して折り筋をつけます。戻して、つけた折り筋で沈め折りをしたら、はい、これで目白の完成です。今回折りました目白、この作品を折るまで僕はメジロという鳥の存在をぶっちゃけ名前しか知りませんでした。目の周りが白く縁取られていて、それが名前の由来になってるんですね。なんだか漫画の目みたいで可愛いな。この作品でもその特徴をうまく表現しています。目の部分を立体的にして白い裏地を見せることによって、この独特のキャラクターを折り紙で表現。もちろん小さなくちばしだったり、羽や尾の形状、お腹の白い部分なんかもきちんと折り出しています。
見た目の可愛らしさから簡単そうに見えますが、なかなかどうして工程数も多く、かぶせ織りなどの技術面だったり、細かい造形の仕上げだったりと、初心者の方にはやや難易度の高い作品かもしれません。ただ完成形がとっても可愛らしくて、腕慣らしやスキルアップには最適の作品と言えそうですね。作者の鶴田義正さんは1995年生まれ、宮崎県出身の方です。複雑系折り紙またはコンプレックス系折り紙と呼ばれる写実的な造形美の折り紙作品に惹かれ、12歳頃から折り紙の世界に傾倒、16歳でオリジナルの作品も創作され、大学時代には九州大学折り紙同好会オリトに所属されていました。現在は折り紙を通じて伝えるということを模索中、広告作品や抽象作品などにも挑戦されているとのことです。また好きな紙は越前もみ紙という紙に対してもこだわりをお持ちの非常に意識の高い方でもあります。今後の活躍が期待される若手折り紙作家さんの一人です。本日折りました目白、こちらの新世代究極の折り紙という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひお手に取っていただければと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、ためになった、折り紙を折ってみたくなった、そんな風に感じていただけたら光栄です。皆さんからのご意見やご感想いただけると今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。あとチャンネル登録がまだの方、この機会にぜひ。本日はこれでおしまい。先日とあるラジオで聞いたんですけれども、人が優しくなるきっかけというのは優しくされるからではなく優しくするからという話、何かをめでること、誰かに優しくすることで人は今よりも優しくなれる。例えば子供とキャッチボールをしているお父さん、赤ちゃんを抱っこしているお母さん、恋人と手をつないだり大好きなペットを撫でている時、そんな時人はとっても優しい顔をしています。その瞬間、脳内では俗に言う幸せホルモンの一つオキシトシンが大量に分泌されているそうで、安心感や幸福感、また落ち着きを与えてくれるそうです。心の安定や安心を得ると人は他人に対しても同じように働きかけるという、一見綺麗事に思える話ではありますが、聞けばなるほど確かにと腑に落ちる話でもありますよね。そう考えると可愛らしい小鳥やその折り紙作品をめでることによっても人って優しくなれるのかもしれませんね。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね。バイバイ。